長近か。これ一回やってるよな、確か。やってるな。消化。鋳造が進んできたから、それをしないといけないんだけど。あやとな、勝てないかな。ジェイソンの遺品ってプライヤーだよね。これ出てきたっけ、2人。まあ後で行こう。後で行くんだけど、行ってないやつとすれば鋳造かな。とりあえず鋳造行くか。そういえばこの辺りはあまり来たことがなかったな。ちょっと、いや、かなり治安が悪そうだ。さっさと立ち去ろう。ああ、出た。うわ、すみません。大丈夫ですか？ああ、大丈夫です、大丈夫です。あ、この人、前にもあったハト。すみません。お腹が空いて注意力散漫になってたんです。すいません。あれ、何にしても助かった。それにしてもあのハト、妙にいい匂いがしたな。ハトを食べるなんて恐ろしくてできないけど。財布がない、やられた。え、あのハト、あいつの匂いはまだ残ってる。こっちだ。全然入ってないんでしょう。 ん？この匂い、まさかさっきの鳩に何か。うわ、血みどろ。これグールの肉？脂身だけでひき肉作るのって難しいですね。どうしても赤身が混じってしまうのです。これは発見ですね。あの鳩。それにしてもなんて悪趣味な。そこにいるのはこの野郎、このノラグールのお仲間ですか？この野郎グールで、このノラグールのお仲間です。ひ、まずい、こっちに来る。とりあえずマスクだけでも。えい、おや、避けられた。結構やるです。ああ、いや、やっぱりお腹空いてるせいですね。ちょっとフラフラして手元定まらないです。無駄遣いしすぎたせいで今日はちゃんと食べてないんですよ。さっきもらった財布にも大した金額は入ってなかったですし、やっぱりこいつが。あれ、その格好以前も会いましたね。そういえばさっきも。まずいな。おや、やる気ですね。いいですよ。顔見られたんじゃね？なら。見られてないのかな？ギリギリ。スキルつけようかな。いろいろ、めっちゃ手に入ってんな。10秒間攻撃力。リンリンか。でもリン使うってなったら結局回復の方増しちゃいそうなんだよな。これつけるか。攻撃力活性。これいらないな。リンリンと、でしょ。で、回復をつけるとして、どれだっけ？これか。リンビーウーリンだな。めっちゃお世話になってるやつ。この3つでいくか。まあ、これといって、グールだった場合か。まあ。出血使ってくるのかな、鋳造。ちょっとこれ使っておこう。久しぶりなんで負けるかもしれない。四角でストックだよな。リンリンウーだよね。強っ、強い。待って、これまた回復専念しないとやばいかな。リン、あー、ビがね、ビー、ウー、リンでしょ。リン、ビー、ウー、リン。でもまあまあまあ、いけそうだな。確かに敵攻撃力は高いけど、まあいけるかな。なんだっけ、リン、リン、ウー、ウーだっけな。リンリンウーウーでしょ。ちょっと残そう。使って、リンリンウーウー、これじゃね？ちゃうかったっけ？あ、ウーウーリンリンだったわ。これ何？これが攻撃力アップ中かな。リン、リンだけか。今のが確か攻撃力アップ中のだから、もう一回回復して、あれ入れた方が良かったかな。なんだっけ、この一撃に全てのやつ。
ブレイクさせたっけ今。あ、重蔵ジェイソン持ってんじゃん。前はあれだったよね、ウージみたいなやつ持ってたよね。ミニウージみたいなの持ってなかったっけ。リンリンリン、やっぱなんか回復しながらちまちま攻撃するのは安定するけど、やっぱ時間かかっちゃうな。よーし、勝った。 A か。あれあれあれ、立てません。何をしたんですか。何をしたも何もかなりの攻撃を加えたはずなんだけど、本当に底知れないやつだ。少し震えますけど立てますね。足がちぎれたわけではないですし。何これ、足がちぎれるってやめとけお前、それフラグだぞ。何なんだこの鳩。あれ、お帰りですか。とりあえずここから逃げよう。お前フラグ立てたな重蔵。ここでふう。あ、財布。でもあそこにもう戻りたくない。広角ピースか。うん、まああれだな、回復のスキル入れてる限りこの確率アップを入れるってことはないような気がするな。揃わないと嫌だし、口角だけ振りにくくなるみたいなのあればだいぶやりやすく。あ、でもダメだ、敵はブレイクできなくなるのか。ルチ、そういやリセットする前は全然勝てなかったな、あの木島のとこで。あれ、勝ってたら何か変わってたのかもしれない。じゃあ行くか、ジェイソンの遺品。篠原と重蔵が出てくるらしいけど、糸里さんから情報を聞くには対価が必要か。情報の対価は同じく情報かお金。お金であればニコさんが肩代わりしてくれるって言ってたけど。あ、もう気持ち悪いな。若い少年のあんな部分やそんな部分、ああ想像しただけでゾクゾクするわ。やめろよお前、想像しただけで身震いする。確かに兄さんを助けたい思いは強い、でも二度と取り返せないんだ。いやダメだよな、うん、自分もあっちに目覚めてしまうかもしれない。どうしよう。重蔵ん、篠原か。関連物は捜査に、役立つかもしれないからちゃんと許可取って手に入れろって言ったでしょ。はあ、そうでしたかね。はい、そうでした。ごめんなさいです。あ、でもな、あ、そう、免許証とかはさすがに入ってないか。グルだしな。財布取られたからって金木みたいに、ね、その学生証が入ってたりしなければ大丈夫だと思う。あの時の二人組、僕は物陰に隠れ耳をそば立てる。青霧の木、13区のジェイソン。奴が愛用していたものがあったとはずだ。プライヤーだね、多分。素材や付着物を調べることでいろいろと分かることもあるんだよ。そうなんですね。でも CCG の鑑識の人たちのとこにはベンチはなかったですよ。スーツのボロ切れとか血だらけのバケツとかはあったですけど、あれだね、指入れてるやつだね。あれ、そうなの。です。もしかしたら見落としがあったのかもしれないね。11区のアジトは劣化がひどいし、同時に奴らの告りや襲撃もあったからね。調査はゆっくりペースのようだから。じゃあ僕のせいじゃないです。うん、それは悪かったから。青霧の木、告りやを襲った頃に CCG とも戦っていたのか。篠原が腕を畳んで時計を見る。そろそろ会議か。アジトは捜査班が内部を調査している最中だから、君今からちょっと行ってきな。今からです、めんどいです。行くの。はあ、わかりましたですよ。迷子になっても知りませんよ。自分で言うなよ。どうやらあの重蔵っていう捜査官は11区の青霧の木の元アジトでジェイソンというグールの遺品を探すみたいだ。もしかしたら何か情報が得られるかもしれない。また重蔵と戦うのかな。重蔵追ってみよう。リスクは大きいかもしれないけど、鳩の情報はグールにとって貴重になり得る。彼を追う。まあ勝てそうかな。でもだんだん強くなってきてるんだよな重蔵。11区か。僕がコクリアから抜け出す頃ここで戦いが起こっていた。
グールもハトもたくさんここで死んだんだろう。重蔵捜査官は、あれ、重蔵捜査官っていうのか、初めて聞いたな。言わないよな、あの作中、原作の中でも重蔵捜査官なんて。鈴やっていう。もしもし、なんでグール捜査官の後をつけるです？いつの間に。深淵の黒い瞳がこちらに視線を投げつける。怪しんでいるのか、ただの興味本位なのか。なんか重蔵ってやっぱ勘が鋭いっていうか、そういうとこあるよね。しかし答え次第ではどうしようもないことになってしまうかもしれない。なんとかやり過ごさないと。グールですわ、まずい、絶対やられるよ。捜査中です。あの、ただいま捜査中でして。捜査です。はい、あの、青霧の木のアジトの調査員でして。調査員なんて役割あるのだろうか。あなたもグール捜査官です？はい。なんでこんな嘘をついてしまったんだろう。もし身分証を見せるなんて言われたら一発で終わる。しかし、じゃあ僕と一緒ですね。え、僕も上司の人に遺品を探してこいって言われたんですよ。そうなんですね。意外にも彼は僕のことを疑うこともなく好意的な笑顔を見せた。でしたら一緒に探しましょう。人手はたくさんいた方がいいですよ。そうですね。なんとかなったみたいだ。僕は鈴谷十三です。あなたは？リンタです。リンタ、なんだそれ。今僕はジェイソンってグールの遺品を探してるですよ。何か見つけたら僕に教えてください。わかりました。グールである僕がグール捜査官と横並びに歩く。まるでサーカスの綱渡りだ。左右少しでもブレれば奈落に今逆さまだ。とにかく今は穏便にことを進めよう。おお、こんな血だらけなんだろうな。本当にこんな血だらけなのか。こん地獄絵図だぞ。ここですよ。どうやらアジトの前にたどり着いたらしい。かなり巨大な廃墟だ。おや、建物の周りで人が倒れている。近くに止められている車両から CCG の捜査官たちのようだ。ジュイクの調査班だろうか。みんな傷を負っている。どうしたですか。青霧な、ナキだ。あー待って、俺これ確かナキとさ入ってプライヤーもらったんだよね。やつが中に、ここでなかったことにしてしまうんだろうか。そこまで言うと負傷した捜査官は意識を失った。どうやらグールがいらっしゃるようですね。ナキ、エスレートの脱走グールですか。脱走グール、僕と同じ。ニヤーッといたずらっぽく柔道さんは笑った。仲間が襲撃されたことよりグールが現れたことの方が重要のようだ。その笑顔は天使のようにも悪魔のようにも見える。天性のグール捜査官、そういう人がいるのであれば彼のような人物のことを言うのではないだろうか。あ、やべ、飛ばしちゃった。あ、いや、持ってないです。クイン系持ってるかとか聞かれたのかね。おや、クイン系を持っていない捜査官などいるのだろうか。局員捜査官ですか。いいです。あなた戦いますか。どうしよっかな。戦えますと。いいんだろうか。適当なこと言っちゃったけど。戦えます。そうですか。なら大丈夫です。アジトの中に入ってグールを駆逐します。探し物はそれからにしましょう。いや、クイーン系持ってねえのに戦えるわけねえだろ。アジトの入り口の周りにロープを羽織った集団がいた。8人くらいですかね。あれが青霧の木。連中は揃いのマスクをつけ周囲を警戒している。この中にナキというグールもいるのだろうか。僕と同じコクリアの脱走者。行きましょうか。聞き返すよりも早く重蔵さんは奴らへ飛びかかっていた。くわー、なんだ。ハト、造園か。リンタロウ、援護頼むです。あ、は、クソ、行くしかないけど。重蔵さんの前で格根は使えない。相手はたった二人だ、やれ。グハ、はあ、はあ、なんとか格根なしでも戦えた。すげえな。すごいな、お前シャチかよ。
加減して勝利できるということは自分で思っていたよりも力がついたのかもしれない。一通り片付きましたね。行きましょうか。え、辺りを見渡すとすでに他のグールは鋳造さんの刃によって立て伏せられていたかな、倒れ伏せられていた。地面にはすっかり血の海、あー血の海ここやばいよな、血の量。どうしました？いえ、この人とはやり合わない方がいい。同族のムクロを前に強くそう思った。アジトの内部に侵入する。アジトの中はボロボロで今にも天井が落ちてきそうだ。懐かしいですね、ここ通りましたよ。鋳造さん、ここに来たことがあるんですか？はい、ええ、11区の青霧総統戦に僕も参加していましたから。え、あれ、どうかしましたか？迷子になっちゃいました。え、白黒の床のところに行きたかったんですが。あ、しょうがないですね、手分けして探しましょうか。わかりました。あそこだね、拷問部屋だね。おー、茜木の範囲攻撃グルカルかな。うぐ、すごい匂いだ。すごい匂いがする。多分これはここに染みついた多くの肉と血の匂い。思わず吐きそうになるのを慌ててこらえる。その時部屋の隅で何かが鋭く輝いた。鈍くか、鈍く輝いた。あれは光の元へ近づいてみる。するとそこには分厚く錆びたペンチがあった。そのペンチは血のように赤い錆で覆われていてまがまがしい。これがジェイソンの遺品というやつだろうか。おいおい、あー来たか。お前だよお前。振り向くと白いスーツを着た3人組が立っていた。金髪のオールバックの男とマスクをつけた2人の大男。話しかけてきたのは金髪の男のようだ。こいつら、お前誰だ？あ、そういう時は自分から名乗るもんだっけ？ガギ、ガゴーだよな、よく聞け。俺は青霧の木幹部のナキだ。でお前誰だ？ナキ、こいつが表の捜査官を襲撃したナキ。あ、お前そのベンチ、ヤモリの兄貴だ。このやりとり聞いたな。返しやがれ。釈明をする間もなくナキはこちらへ向かってくる。嘘だろ、嘘だろ。なんか一瞬目ボコられた記憶があるんだけど。マジか、ちょっと待ってね。ううで攻撃でしょ。リンビウーリンで、この結構攻撃力活性化はね使えると思うんだよな。これとこれを重点的にやって、まあ赤の抑震回は余裕があったら使おう。集中しろ、集中しろ。ううリンリンだよね。とりあえずブレイクか。はいはい。待って、強っ強っ。が、あ、人のもんとんじゃねえ。地獄で万円様に怒られんぞ。僕は最後に耳にしたのはどこかで聞いたことのあるフレーズだった。地獄で会えるのだろうか、万円様に。いやー、最後の戦闘からリトライ。はい、こっからだよね、さすがに。まあいいわ、勝てないからちょっといい絵にしよう。家にしたらまたリセットになるのかな。それはないよね。もしなるんだったらもう一回切って今までのやり取りをやんなきゃいけないんだけど、強すぎなんだよなこの一撃が。ありえねえ。ブレイクしてこれだからね。いや強えわ。鋳造についてきたのが間違いか。クリアデータを、あー、これいい絵でしょ。いやーマジか。
やられたね。どうすりゃいいんだ。違うルート行くか。とりあえず火で消火して、あ、重蔵ももう一回やんなきゃいけないのか。じゃあ一旦ここで終わるか。というわけでね、また重蔵と違うルートをたどってみようと、さっきのね思います。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。